今年一番の寒波が日本列島を覆っています。凍結の恐れがあるのでスノータイヤの準備を。要するにロードバイクは無理ってことだよ。ってことで思いっきり関空やわ。出発直前に今冬初めての寒波が来るって言われましたからね。フェリーキャンセルした上に危うく割高航空券を買うことになりました。キャンセル料は2000円程度で済みましたが、予約があと1日遅れると飛行機代が1万5000円から2倍以上に増えましたね。この旅行大丈夫かな。ここが仙台か。もう日が暮れていますね。っていうかめっちゃ寒いねんけど。気温が大阪より5度程度低いですからね。明日はもう松島へ出発するので早く晩ご飯を食べちゃいましょう。仙台にいる時間が割と短いのよな。というわけで仙台といえば牛タン食べに行くで。ゲストハウスと距離があったので電車移動になっています。もう8時過ぎてるのに思ったより賑わってるな。さすが東北一の都市ですね。イルミネーションといい大阪でいう心斎橋感がないですか。確かにさっきの青葉通りもそれらしかったわ。綺麗で歩いていて楽しいです。うまっ、めっちゃうまいでこれ。とても分厚い肉の中にたくさんの肉汁が出てきます。の割には全然重くなくてすんなり食べれますね。いい感覚にもどうぞ。最高です。元は戦後直後に佐野慶四郎氏がライバル飲食店の盗作対策にルーターを用いたことが始まりでした。仙台さんとかじゃなくて盗作対策やったんか。ほとんどのルーターはアメリカ産です。じゃなきゃあんな安い値段でできへんよな。ちなみに米軍の凝り物説を牛タン協会は否定しています。一応そういう説もあるんですね。ただ佐野氏はその残り物説を認めていたようです。あれれ、おかしいぞ。あとナナちゃん、あ、ラーメンが食べたいです。え、ラーメンが、いやいや太る、絶対太るから。けど仙台ラーメン食べる機会今晩しかありませんし。牛タンラーメンって油コンビやんけ。ん、あー、わかったよ、連れてってやるよ。豚骨って感じやな。おお、家系ラーメンの油を少なくして食べやすくした感じ。家系だときついって方もこれなら食べれるかもしれませんね。家系ラーメンってなんやねん。え、ナナちゃん家系ラーメンはご存知でない？知らんで悪かったな。なんか油っこいラーメンです。これはひどい。今日宿泊するゲストハウス梅鉢です。めっちゃにぎわっててよかったよな。今回は時間なかったのが残念でしたね。さあ早速松島に向かうで。仙台から車で40分ほどですね。思ったより近いんですね。そう遠くないのも観光地として栄えた理由の一つかもしれません。しっかしええ天気やな。本当に雲一つありませんし、とても景色の良い公園があるということなので楽しみですね。めっちゃ綺麗やわ。それ以上でもそれ以下でもありませんね。春は260本の桜が、秋も紅葉が楽しめる松島でも特に良い景色です。まあ今は少しシーズン外してますが。もう葉っぱ落ちてるしな。11月10日では遅かったですね。10月末から11月頭が最も良いシーズンです。その分、観光客でごった返します。そもそも西洋戻しの松公園って名前なんですかね。ん？西洋さんが若読み対決で負けて出戻りしたから、西洋戻しってことか？全然わからん。この松はすごく高くて綺麗ですけどね。これになりそうやな。無事松島に着きました。道がめちゃ綺麗やけど車通りは多いわ。シーズンの混雑はすごいので注意しましょう。そして遊覧船チケットを買って出発の間瑞巌寺を回ります。ただ時間が1時間もないからバッと回らなな。遊覧船の次に何かとおすすめされるのでここに来たのですが、松尾芭蕉が参詣したり、境内にある紅白の梅の木は伊達政宗が植えたなど由緒ある歴史がありますね。本堂は撮影禁止で映せませんが、味のある木造に豪華な装飾が加わってとても綺麗でした。めちゃ広くてこんなところに住みたいなって思ったわ。広すぎていろいろ大変そうですけどね。そりゃそうやわ。で、瑞巌寺は早めに後にして観光船です。本堂でもっとゆっくりしたかったけど仕方ないな。って結構混んでるな。平日の朝10時なんですけどね。しかもシーズン外してこれってすごいわ。席はすでにいっぱいだったので、外のデッキから眺めることにします。まあ風当たって気持ちいいしちょうどいいんちゃう？そうですね。というか本当に天気が良くて良かったです。島と空のコントラストがめちゃ綺麗やわ。でもどうしてこんな小さな島がいくつもできてるんですかね。3万年から2万年前に地殻変動で一部の地面が沈下してできたようです。めっちゃ昔やん。このエンジンの音とあんな音声が、なぜか落ち着いて好きなんですよね。観光に来たって感じするからか。地方に来たって感じがするからかも。
いや、めちゃよかったな、あれ。本当に行ってよかったですね。で、ここで笹釜焼きの体験ができるということです。ほんまにこれで焼けるんか？一応あったかいですが。おお、勝手に裏返りましたよ。すごいでしょ？何ですかこれ？パンパンです！パン！すごい！全然違う、ほら、ね、いい感じに焼けたやん。ちょっと焦げ目を入れてみました。笹釜も普通に美味しかったしな。普通のかまぼこよりも美味しい気がしましたね。で、次は随岩寺の五大堂ってところです。これさっきの随岩寺とどう違うんや？祀っている仏像が違いますね。さっき言った本堂は純那天皇が観音様を、この五大堂は坂の上の田村麻呂が五大の王を祀りました。多分初めた人と仏像が違うってことか。手音は大丈夫か？結構高いんですが、これ落ちる要素はどこにもないから大丈夫や。すごい、またここも絶景やわ。さっき乗った遊覧船が見えるのもまたいいですね。こう見るとだいぶ太陽が昇ってきたのがわかるな。そろそろ次に向かいましょうか。本当はもうちょっと見るところあったし、松島でご飯も食べたかってんけどな。今から行く柿屋さんが昼しかやってないので、今出発しないと間に合わないんですよね。松島から石巻市は1時間ほどかかります。なんだかんだもう昼超えてるからな。着きました。え、ビニールハウスやんこれ。確かにこういうお店初めて見ましたね。ただ今年の牡蠣はかなり小さいようです。確かに貝がでかい分身が余計小さく見えるわ。ただこういった雰囲気のお店で食べれるだけで来てよかったなって思いました。ヒーもドラム缶に炭火入れてって感じやしな。今日泊まるホテルに到着しました。めっちゃ綺麗やん。なんかここだけ別の村みたいになってますね。このトレーラーハウスはもともと被災者支援のものだったようです。それが一段落した後に観光用としてシフトされました。特に被害が大きかったんやろうな。けどそのせいか街全体がとても綺麗で新しくて静かっていう。正直私この街とても気に入りました。ツイッターやってないけどつぶやくよ。このポスターセンスありすぎやろ。つぶ貝もホテテも美味しかったです。上穴子天丼とクジラの刺身一丁。イエーイ、ごちそうでーす。今日はもう運転しないから飲むで。部屋広くて綺麗。やったぜ。ほら天井のプロペラも回りますよ。お、おう、そうやな。どこまでも回転します。子供か。っていうか明日早いから早寝んと。朝4時に起きないといけませんからね。では今日はこの辺で。ナナちゃん、車全体が凍ってるんやが。これってワイパーでかき出したらダメなんですかね？あかんわ。ワイパー折れるから。それしたらまあやめといた方がいいでしょうね。ミラーも凍ってて危ないので拭き取りましょう。暖房とデフロスターつけたらまあ見えたわ。めちゃくちゃ寒いし、これバイクで行ってたらどうなってたか。まあ間違いなく言えるのは寒いやろな。道はパッと見凍ってなさそうやけど。気仙沼市へは2時間ほどです。気仙沼の水揚げを見に行くんやけど。公式の漁港スケジュールを見ても見方がいまいちわからなかったのが心配ですが、一応他のサイトでは朝5時から7時ってなってましたが。本当かな。とりあえず7時に着いたけど、みんな忙しそうで少し場違い感が出てるのは気のせいでしょうか。あのカツオだったら今の時間なんですけど、ああ今日カツオさん入ってきてないんで、メカジキとかサメなんですけど。今日の水揚げは朝2時に終わったみたいです。早すぎんか。入船時間とかネットにも書いてなかったですよね。そしてテレビ局らしい人が来て中で撮影してました。まあメカジキ丸々一匹で見応えあるしな。その点私は窓からの見学で何とも言えない気持ちになってます。そりゃそうやろ、何の許可も取ってないんやから。でこれからどうしましょうか。まあ次行くしかないやろな。快晴でめちゃ景色が良かったのが救いやわ。海猫がたくさんいて港町の雰囲気感じれたのはすごく良かったです。レストランの券売機に当然のように修理を相談ってあるの面白すぎるんやけど。とりあえず氷の水族館なるものがあるので行ってみましょうか。やるやん。これは思った以上に綺麗ですね。今思うとテンション下がってたところを持ち直してくれた気がするわ。一つ一つの魚の何かはいまいちわかりませんが、まあそれは無知の私らと悪いやろ。今まで魚とか見てこない人生歩んでましたから。いくら普段バイク乗っててもあの寒さは無理でした。受付のお姉さんからは長い方って言われたけどな。あれマイナス20度の冷凍庫ですから。次の鳴子温泉へは2時間半ほどかかります。今日は朝早いし運転距離もまあまああるな。正直車で本当に良かったなって思ってます。鳴子温泉は古くから関東一の湯治場として知られ、
1つのエリアから7つ以上違う泉質の温泉が出てきます。で、一般的な湯治場は観光客や保養客を相手にしていません。だから自炊の長期滞在が基本のお宿とか多くてびっくりしましたね。1週間以上滞在して湿気を直す湯治客のためですね。もう私らにはそういう発想すらないよな。商業主義にとっぷり使ってますから。また鳴子温泉は紅葉の名所であり、毎年10月末から11月頭はとても賑わいます。1週間遅かったけど、まあまだ残ってるかな。例のウイルスもありますしね。そのウイルスの影響で鳴子のかなりの宿が廃業したようです。そして無事着きました。創業180年、こちら鳴子名物の栗団子です。うん、みたらし団子みたいなんに漬物がつくんか。団子は中に栗が丸ごと入ってて美味しいです。あ、でも案外甘い団子にしょっぱい漬物が合うわ。こういう付け合わせは普段ないですよね。お店の中も風情があってきてよかったと思います。どうでもいいけど、勧められるがまま試食めっちゃ食ったわ。旦那さんもとても愛想いい方でしたね。道端にも温泉が流れています。まあ温泉地ならあるよな。うん、暑い。そりゃそうやろ。そして鳴子でも特に効くという温泉宿に着きました。お風呂だけ入るで。温泉の口コミはとにかく効くということらしいですが。効くってどういうことや。あのここからすでにすごい熱気なんですが。こっちで合ってるよな。すごい熱気。漢方か何か入ってんのか。おかみさんによると何も入れてません。 100% 地中から湧き出た源泉です。あ、でも湯船に入ると特に感じませんね。風呂に入ってる方が楽っていう不思議な感覚やわ。保温効果がすごいので流れは気をつけてください。あったか。むしろ暑いぐらいやわ。外を歩いていても体の中から熱気がいつまでも出てきます。すごいよな。外が寒いから肌の表面は冷たいけどさ、中が暖かいから全然寒くないっていう。今11月半ばの東北地方ですからね。今日の宿は大江戸温泉マスヤです。ご飯は種類も多くて大満足ですが、あとは普通かな。まあここらの大きいホテルの中では一番安かったからな。確かに GoTo トラベルもあって3000円ぐらいで泊まれました。温泉は滝島まで入って大正解やったわ。とても良かったですね。よし、今日は鳴子峡と鬼神戸回っていくで。気づけば宮城県旅行も後半ですね。シーズン外してもにぎわってるな。ちょっと葉っぱが落ちてるとはいえ十分綺麗です。もちろん綺麗な方がいいけど、渋滞しすぎない分今くらいでも良かったかもな。なんか降りれるみたいやし、遊歩道を歩くで。プチ登山感ありますね。車で来てんねんから楽な方やろ。てか運転も全部私がしてるからな。ナナちゃんの方が運転うまいから。あ、さっきの鳴子大橋も違う角度から見えるで。本当にいい天気ですよね。こちらの遊歩道は散策によく使われ、景色も良いですが、道幅が狭く傾斜が厳しめなので注意しましょう。川が近くにあるせいか階段が濡れてるのも注意ですね。まあ普通の運動靴なら大丈夫や。いい太陽。すごく絵になります。次は鬼神戸温泉か。鬼神戸って鬼ヶ原か何か別のものに聞こえます。鬼神戸温泉は間欠泉やの湯が有名で、まあ温泉街とは違いますね。ちなみに鳴子峡から北に行けば割とすぐ着きます。思った以上に山道やな。鳴子も大概でしたが、さらに山奥に入りますからね。よし到着や。あ、左に温泉が吹き出てますよ。あれが間欠泉か。間欠泉とは地熱により地下水が水蒸気になり、その気圧が高まることで一定周期で噴出される温泉のことです。え、この噴水全部自然にできてるものなんか。その時により変わりますが、だいたい10分周期で噴出されます。これが全く人の手にかからず形成されるってすごいですよね。だんだんなくなってきたな。待ってればまた吹き出ますよ。これは近くにいればびっくりしますよね。けどすごいな、本当に10分で吹き出てきたわ。いいもの見れましたね。大阪じゃまず見られへんからな。で次は片山地獄なんやけど。ちょっ、ナナちゃん車揺らしすぎ。穴ぼこ開いとんのや。うわ、これ乗ってる方はすごいですよ。車に傷だけはつかなきゃええけど。あ、奥に煙が立ってます。あそこがゴールか。通行止めでした。地層レール。仕方ないので写真を供養しておきます。地熱発電所ができてて片山地獄は行かれへんってことやな。ただいくつか車が置いてありましたし、もしかしたら徒歩で獣道を歩いて野湯にたどり着いてたのかもしれません。調べても10年前のブログとかしか出なかったしな。ただ景色は本当に綺麗でした。シンプルに山道ドライブした感じやな。これ地獄谷遊歩道とかが安泰だったかも。もうちょっと調べれば隣にあらゆ地獄とかもありましたが、やっぱ
事前にもっと調べてよくわからんやつには行かん方がええわ。ちなみにこれはナルコダムです。確かに景色は良かったけどさ、その分体力もかなり持っていかれましたね。本日最後のスポット片沼です。おお、これは綺麗。広っ。思ってたよりめっちゃ広いわ。火山の火口湖と考えられています。そのため世界的に見てもかなりの酸性であり、ネスリカの石以外は魚とか全く住んでいません。逆に川がおるんか。とても綺麗な水ですけどね。その川人を刺さないタイプなので夏でも大丈夫です。っていうかほんとどこでも温泉湧いてるよな。硫化水素が出ているのでほどほどに。いやこれは映えるわ。写真に写すとまた味が出てきますね。片沼は天候または地底の硫化水素によって色が変わります。この写真でも微妙に変わってるのは単に太陽の光か。今まで湖撮ったことないので分かりませんね。そして今日の宿は初音旅館さんです。知る人ぞ知るって口コミで書いてたわ。カメラ撮影一切禁止ということで公式サイト様から拝借しました。純日本家屋って感じやったわ。あとお風呂も滝島さんと似たような泉質でしたね。こっちは換気してるからか入りやすかったで。さすが本場当時の温泉宿でしたね。本当に泉質全然違うよな。朝にも入ったから寒さも平気やし。冬の山奥で本当ならかなり寒いはずなんですけどね。オンオンが旅館の旦那さんと話が弾んでたのは意外やったけどな。割と趣味が似通っていたので。そして西方寺に到着や。西方寺は阿弥陀如来を本尊とする浄土宗の寺院です。週末とはいえめちゃ盛り上がってんな。この数日で人通りが珍しく感じます。半分歩行者天国みたいになってんな。年間約100万人の観光客が訪れており、近くに秋保温泉など観光施設も充実しています。私らも秋保温泉は今日泊まるからな。またこのお寺は同じ宮城県民からの来客が多いのが特徴ですね。ここも結構な山奥ですがよく皆さんいらっしゃいます。お、線香を焚いてみようか。線香をあげることで仏様と心を通じ合わせるという意味があります。今までそんな意味理解せずにとりあえず火を灯していました。まあ大体そんなもんやろ。あとは線香の香りで自分自身を清める効果です。それはなんとなく思ってました。よし、無事線香をあげれたな。小さい頃に倒してた記憶がありましたが片手でも立ちやすかったです。あとろうそくもあるんか。そもそも火には邪気を払い幸福を運んでくるとされ、ろうそくの火が仏の道しるべとなり私たちをつなぐ役割があります。じゃあ線香とろうそくって大体同じなんですかね。まあ燃え方と香りとかは違うけど。一番上が開いていたのでここにお供えしましょう。昔はろうそくが明かり代わりでしたから。確かに線香じゃ明かりにならんな。お参りも済んだので周りを散策します。庭も立派やったわ。西方寺名物サザヨシ豆腐店の三角油揚げです。素朴な味わいなのにうまいわこれ。100円の割に結構ボリュームあります。カウンターから調理場が見えるのも味があるわ。ただ混んでる時は邪魔にならないように気をつけてください。行列の進みはめっちゃ早かったけどな。店員さんの仕事の速さがすごくて行列がスイスイ進みました。最後の宿泊場所は秋保温泉の花の湯です。1週間の宮城県も振り返ればという間でした。あとは渡り町とか行ったから写真を流していくで。ここのコスパ良くていい宿でした。鳴子より秋保の方が無難って感じはあるわ。私は断然鳴子の方が好きですけどね。まあアクセスとか色々あるから。あとここ美少女キャラクターが多いな。秋保花ちゃんすごい可愛いと思います。仙台で食べた酒専門店もめちゃ美味しかったし。酒カツなんて初めて見ました。いくらと酒が入った腹米しもな。絶品です。関西空港に戻ってきました。1週間長いなって思ったけどあっという間やったわ。最後の目玉の蔵王が冬季閉鎖されてたのは残念でしたが、けど本格的な旅行ができて私楽しかったです。せやな、また一緒に行こうで。